節の真ん中でふと日の長さを感じます。せわしくすぎる日々の中に私とあなたで夢を描く。3月の風に想いを乗せて桜のつぼみは春へと続きます。光の粒が少しずつ朝を温めます。大きなあくびをした後に少し照れてるあなたの横で新たな世界の入り口に立ち、気づいたことは一人じゃないってこと。瞳を閉じればあなたが、まぶたの裏にいること、でどれほど強くなれたでしょう。あなたにとって私もそうでありたい。砂ぼこり運ぶつむじ風、洗濯物に絡まりますが、昼前の空の白い月はなんだか綺麗で見とれました。うまくは行かぬこともあるけれど、天を仰げばそれさえ小さくて、青い空は凛と澄んで、羊雲は静かに揺れる、それは幸せ。この先も隣でそっと微笑んで、瞳を閉じればあなたが、まぶたの「あなたにとって私もそうであり」